商法講習所。商法講習所は、1875年、中米日本代理講師を終えて帰国した森有則が銀座尾張町に創設した商業学校。現在の一橋大学の源流。森有則により、私塾として設立された後、東京商業学校、1884年、高等商業学校、1887年、 東京高等商業学校、1902年、東京商科大学、1920年、東京産業大学、1944年と改称、改編を繰り返し、1949年に、現在の一橋大学が発足した。したがって、商法講習所は、同大学の起源とされ、森有則は、同大学の見学の祖とされている。東京府意観後は、 矢野次郎が所長として森から経営を引き継ぎ、その後の発展の基礎を築いた。中米代理講師だった森有則は諸外国と諸するには商業が欠かせないと感じ、商業を専門に教える学校の設立を計画、岩倉智美の了解を得たものの、資金不足のため東京会議所の回答を、渋沢栄一に助けを願い出た。校長には中米中に交流のあった。 商業学校校長のウィリアム・コグスウェル・ホイットニーを就任させる予定でいたが、渋沢が難色を示したため、1875年8月のホイットニーの来日に間に合わず、やむなく管理ツの商業学校設立を諦め、翌9月に銀座終わり町に施設の商法講習所を開設し、授業を始めた。ホイットニーとは5年間、年給2500円。 日本人教師の高木定作の5倍以上で契約した。設立当初は親とい外国人教師、ウィリアム・コグスウェル・ホイットニーにより、英語の教本を用いて、英語で授業が行われた。記録に残る最初の修行年限は1年半、18ヶ月で、入学後の6ヶ月間は、英語の教育に重当されていた。修行年限は、その後2年、1876年10月以降、 5年、1881年4月以降と延長され、教育令の下での商業専門学校を自称した。後発の商業教育機関が、日本式の教育を行うようになってからも、様式教育を続けた。5年生になってからは、最初の3年間で、内国商業科目と英語と教え、残り2年間で英語により、外国商業を教えた。英語の他には、 模擬商業実践が特徴的であった。これは校内に模擬店舗、銀行、郵便局などを設け、模擬貨幣を使用して、商取引の実演を行う授業でり、後発の商業所校もこれに習った。校舎は当初、銀座終和町、現東京都中央区銀座6丁目にあった、大味噌屋の2階を使用したが、1876年8月、 新築の銀座小ビ基調校舎に移転した。この校舎は森の自邸内にあったが、森が新国駐在講師を命じられた際に寄付され、更新の東京商業学校に引き継がれ、神田一橋に移転する1885年9月まで使用された。1876年5月、商法講習所は東京商法会議所から東京府へ移管され、校長に 矢野次郎が就任、さらに1883年11月、農商務省への移管を開始した。1884年3月、官立への移管完了とともに、東京商業学校と解消した。創立当初の尾張町時代の授業科目は、資料がないので不明とされているが、唯一残されている、商法講習書や学略則によれば、教授科目は、簿記、英い、主 英会話、英文法、バイオを算術、地理書の6科目であり、この、野学略則の教授科目によって昼間部でもこれらの、科目は教えられていたことが推測される。1876年、明治9年8月、矢野次郎所長は、商法講習書略則を発表した。これによると、生徒の入学年齢に制限はなく、就学年限は1年半でこれを3期に分けている。 この第3期は、銀行、ドミア、郵便局などの模型を置き、商業実践を行う。ホイットニーが最も力を注いだ授業である。同年10月、この約束が改正され、生徒の入学年齢は15歳以上となり、修行年限が2年に延長された。商業実践を重視して、第1期、1年を、小利化、教室での授業、第2期、1年を、 実践化とした。この改正の狙いは、英語による商業教育の比重を高め、商業実践をさらに重視したことである。1879年、明治12年9月、政府は新教育政策の指針である教育令を交付した。これより、先の5月、文部省は、この教育令の実施に備えて、東京府下の学校の状況を把握するため、 商法講習所に対して、学則の提出を求めた。これに応えて講習所は同月、創立以来初めての本格的規則である、東京商法講習所規則を発表した。この規則によれば、生徒定員は、本会岡合計100人、入学年齢は15歳以上、修行年限は2年で1876年10月の改定、約束と変わらない。 大市場では次の通り小理科の学科目と、使用教科書、実践科の授業内容が挙げられた。フォーセットの原書は、H、フォーセットマニュアルオブポリティカルエコノミー、か、同婦人の MG、フォーセットポリティカルエコノミーフォービギナーズ、のどちらか、ウォーカーの原書は、A、ウォーカーザ・サイエンス・オブ・ウェルス、であると考えられる。商法講習書の設立後、 商業教育の必要性が認識され、日本各地に商業教育機関が設立された。多くの学校では、東京の商法講習所と同様、模擬商業実践を取り入れていた。1884年1月、文部省は商業教育機関の設立基準として、商業学校通則、明治17年文部省たち第1号を交付し、 東京の商法講習所以外はこの通則に準拠して第一種商業学校となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。